これから話す2つのことを実践するだけで確実にあなたの収支は改善します。たった2つです。どうもこんにちは、証券会社出身トレーダーの和樹です。今回のテーマはたった2つ覚えれば FX は稼ぎ放題、これできない人は今すぐ FX をやめてくださいです。当たり前のことかもしれませんが、僕が FX で勝てるようになったきっかけはトレンドフォローに徹したことです。それだけで？と思われますよね。それだけなんです。それだけのことなら誰でも勝ててるでしょう、こう思われるかもしれません。ですが僕がこれまで見てきた方のほとんどはこれができていませんでした。本当にあなたはトレンドフォローに徹していると言えますか？もしそれで勝てていないのであれば、知らず知らずのうちに逆張りをしているのかもしれませんよ。これから話す2つのことを実践するだけで確実にあなたの収支は改善します。たった2つです。もしそれすらできないならお願いですから FX はやめてください。これができずに退場してしまった方を何人も見てきました。そうなりたくはないですよね。まずはこれ、日足、週足、月足のトレンドに対してトレンドフォローをしていきましょうということですね。なぜかということなんですけれども、日足以上のトレンドにはファンダメンタルズが強く反映されているからなんです。ファンダメンタルズっていうのは簡単に言うと経済の状況ですね。物価上昇率や経済成長率なんかがこれに該当します。ほとんどの人がなんだか難しそうと敬遠してしまいますが、実はとても重要なんです。特に中長期でポジションを持つ方には必須です。これを理解せずにトレードしてもまず勝てないですよ。もしファンダメンタルズ無視で勝てているって方がいたら、ぜひコメント欄で教えてください。その方はもしかするとこれから話すことを習慣的にやっている方かもしれませんね。最近ではニュースでもアメリカの利上げがどうとか、インフレ率がどうとか頻繁に取り上げられているので、なんとなくはわかるけど説明しろと言われても難しいという方はたくさんいらっしゃるかもしれません。ですがプロはファンダメンタルズを熟知しています。そんな人たちと同じ土俵で戦って勝てるのでしょうか？安心してください。これからファンダメンタルズが分からなくても戦える手法を教えます。その方法とは先ほどもお話しした通り、日足、週足、月足のトレンドに対してトレンドフォローをしていくことです。日足以上のトレンドにはファンダメンタルズが強く反映されています。要するに日足以上のトレンドに乗っておけばファンダメンタルズを完璧に理解していなくても戦っていけるってことです。ダウ理論にも平均は全ての事象を織り込むとありますよね。こちらのドル円週足チャートをご覧ください。このあたりまではアメリカのインフレ率が増加傾向で利上げ相場になっていますが、このあたりはインフレ率が低下し、それまでの上昇を巻き戻す形になっています。今回は分かりやすい例でご説明させていただきましたが、基本的に日足以上のトレンドを見ることで経済の状況が丸分かりになってしまうんですね。ファンダメンタルズを知らなくてもです。その日足以上のトレンドを追いかけていくことでファンダメンタルズに対しても自然とトレンドフォローをしていることになりますよね。ここまでは分かった。でもトレンド転換の見極めが難しくて転換点で大きく負けてしまう、そう思いませんでしたか？確かに初心者の方がトレンド転換を見極めるのはすごく難しい。トレンドが出ているのかレンジなのかを見極めることすら難しい。安心してください。今回は僕が転換の目安に使っている考え方を紹介していきますよ。転換点が分かればそれを基準に今どちらにトレンドが出ているのかも分かります。そのトレンド転換の目安ですが、フィボナッチリトレースメントを使って判断していきます。このフィボナッチリトレースメントは誤解を恐れず簡単に言うと、相場の反発や反落が起こりやすいポイントを見極めるツールです。例えば上昇トレンド相場であっても価格は一時的に下落していくことがありますよね。上昇トレンドの時の一時的な下落を押し目、下降トレンドの時の一時的な上昇を戻り目、または戻りと言います。そして現在の値動きが一時的な押し戻りなのか、それともトレンド転換の兆しなのかを判断するのに役立つのがフィボナッチリトレースメント。再びドル円週足チャートです。さっきとは違う場面ですね。細かくなって見にくくなりましたがご容赦ください。まずは上昇トレンドの最高値から最安値までをフィボナッチリトレースメントで結んでみましょう。そしてフィボナッチリトレースメントの 61.8% ラインに触れたらトレンド転換の可能性を考えます。あくまで可能性です。相場に絶対はないですからね。ここから考えられる値動きとしては、このまま下降トレンドに転換していくパターン、
レンジや膠着相場に移行していくパターンが考えられます。いずれにしても一旦売り圧力が強くなっているところですので、上がったところを叩く、要するに下降トレンドと見立てて戻り売りを狙っていきます。実際にそんな感じの値動きになっているところですね。次にこのトレードの精度を高めていく方法をお伝えします。その方法とはマルチタイムフレーム分析です。マルチタイムフレーム分析とは、複数の時間軸を相互に確認しながらトレンドを判断したり、トレードシナリオを立てたりする方法です。今回は週足チャートを見てきましたね。ここで月足を合わせて確認していくというのがマルチタイムフレーム分析ですね。今回は最も基本的な考え方の上位足のトレンドが優先であるというのを覚えてください。例えば月足が上昇トレンドを形成しているのであれば、週足が下降トレンドだったとしても月足のトレンドに回帰していく可能性が高いということです。要するに今下降していてもその後上昇していく可能性が高いということです。こちらのチャートをご覧ください。左がドル円月足、右がドル円週足です。月足で黄色く囲ってあるところと週足で黄色く囲ってあるところは同じ期間になります。月足は上昇トレンドになっていますが、週足は下降トレンドを形成しています。この時週足の下降トレンドに対してトレンドフォローで売りを仕掛けるのは、月足のトレンドに対して逆張りをしていることになりますよね。その場合その後どんどん上昇してしまい、大きな損失になってしまったかもしれません。上位足のトレンドが優位であるというのはこういうことです。今回の場合で言えば、月足が上昇トレンドを形成しているときは、週足で下降トレンドを形成したとしても売りで入らず買いのみを狙っていく。上位足の月足が下降トレンドを形成しているなら、週足で上昇トレンドを形成したとしても買いで入らず売りのみを狙っていく。これを意識するだけで全く収支が変わってきます。いきなり全部覚えて今すぐ実践しろなんてことは言いません。皆さんのペースで全然いいので、一つずつ確認しながら確実に覚えていきましょう。その中で何かわからないことがあればコメント欄に書いてみてくださいね。皆さんがどこでつまずいているのかがわかれば今後の動画の参考にもなりますので、ぜひよろしくお願いいたします。人工知能を活用した FX 初心者でも毎月20万円以上の不労収入を得る手法、期間限定で公開中です。興味のある方は概要欄の下にあるリンクからメルマガ登録して無料講義動画を受け取ってください。証券会社で培ったノウハウを詰め込んだ人工知能搭載のシステムとなっており、 FX 初心者だった生徒300名以上も利益を上げています。さらにこれら特典もプレゼントします。ここには書いてありませんが、週に1回 LINE 登録者限定のライブ配信も実施しており、皆さんで盛り上がっています。 FX で稼ぎたいという方や AI 搭載システムに興味を持っている方、カズキってどんな人なのなどなど、何でも構いませんので、リアルタイムで僕に質問をぶつけてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメント欄のアウトプットもお忘れなく。今日もお疲れ様でした。